皆さんこんこにちは統合医療ヨガの和です東洋医学では夏は「心・小腸」系の経絡をケアしたい季節です。冷たい飲み物や夏バテから来る胃腸の不調冷房の冷えから来る不調経絡ヨガで流れを整えて一緒に セルフケアをしていきましょう今日は心・小腸系の経絡で流れをスムーズに整えていくポーズを紹介していきますそれでは始めていきましょうまず四角い箱から入っていきます膝の上に骨盤 手の上に肩がくるようにしましょう。足の指先は縦にしておきます。手の指先を内側へと向けましょう。ちょうど中指と中指が内側にきます。呼吸に合わせながら行っていきます。息を吸いながら顔を 上げて尾骨が天井の方へと向いていきます息を吐くときには背中が丸く目線はおへその方へ息を吸って一つ一つの背骨が動いていきます吐くときには背中肩甲骨がぐ と天井の方へと近づいていき広がっていきますご自身の呼吸に合わせながら少しずつ気持ちいいなと思える範囲の中で深めていきましょう一つ一つの動きを丁寧に行っていきます特に息を吐くとき背中 肩甲骨のあたり、しっかりと意識をしていきましょう。可動域が少しずつ広がっていきます。左右の差を感じる方も無理なく行っていきます。あと一呼吸いきましょう。経絡やツボを活性化して、 気の流れ、血の流れ、水の流れも整えていきます。終わった方は、今度は手を前へと出していきます。親指が上になるようにです。少し膝を後ろに引き、息を吸って、吐きながら 脇がマットの方へと近づいていきます。肩が少ししんどい方は片方ずつ行ってください。片方ずつ行う方は、もう一つの手はマットです。そこからお尻を少しずつ引いていく。肩に詰まりがないところを探しながらです。 つけていただいても構わないです一番いいところ呼吸が浅くなってしまうと体だけではなく心もしょんぼりしてしまいますゆったりとした深い呼吸の中で行っていく両手を前に出していただいてもいいですし 片方ずつ丁寧に、刺激を入れていただいても大丈夫です。ご自身の今日の体調に合わせながら行っていきましょう。それではあと一呼吸、深い呼吸を行います。終わった方は最初の座った姿勢へと戻ってきましょう。 気持ちよく伸ばすことはできましたでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。